小学校5年生の時に僕の家は火事になってしまったんですね。僕の父が家族の前で紙を持ってきて新しい家の絵を描き始めたんですね。1年後に、今と同じ燃えてしまった家、それ以上のものを建てる、簡単なことではないけど、また同じ家を建てて、それを聞いた時に、まあ、僕はその時小学校5年生だったんですけど、なんて強いんだ、僕も兄も母も本当にショックを受けていたので、もう次のことを考えて勇気をもらいましたし、今でも父の強さ、精神力、そういったものにものすごく影響を受けて、人間って、困難を迎えて困難を乗り越えて一回りも二回りも、これは人の成長です。必ず成長する人は、でもいつか伸び悩んでしまうと思います。でもまた成長する。将来の夢、はい、将来の夢は自衛隊になってみんなを喜ばせたみたいな。自衛隊になって、はい、いくよ、はい、チーズ。またねー。